皆さんこんにちは、楽天童子です。私たちは今年結成20周年を迎えることができました。ですがこのタイミングで今年で活動休止となります。泣いても笑っても今日が最終日で最後の踊りとなります。私たち楽天童子らしく斬新、爆心、好奇心を胸に精一杯踊らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。出会いがつなぐ旅路のその先を。それでは参ります。奏でる楽の音、夏の風が天高、わらべたちがさっさと笑う。根の時を刻む証が今ここに。祭り好きが集いし岡山ブラジャー楽天童子2022。いざ。遥か昔より語り継がれるこの祭り、鼓動よぎる燃える魂よ、鬼が望む明かりし未来へと誘う。この胸抱き作るわ、つなぐ童子、咲かせてみせるわ我ら楽天童子。皆さん手拍子お願いします。今は昔の日々の風よ、踊り狂う部屋を鬼の祭り。今は昔の日々の風よ、咲かせ踊れや君の国へ。混じり合わぬ心の雨が降り注ぐ。消えぬ願い心に寄せ、共に踊ろう夢を思う。あふれる思いに導く私へと、押す風になり光に向かって宿す灯火に作る願い、夢見るその先へ希望の歌に乗せ、さあ参ろうか。踊り子、直れ。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではスタッフ2名、お、いらっしゃい。
票の量に、はい、決定です。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、おめでとう。はい、おめでとう。じゃあちょっと青の方いいですね、ちょっと横出てもらって前にね。え、なんか話聞くとあれね、あ、じゃあ追って、じゃあ彩りのもらった人にも私もらっていいですか。じゃあ彩りのもらった2人、あ、そこそこの感覚で、じゃあ横に並んでもらっていい。あれ、もう一人おったよね。はい、あの、あれ、あ、休止っつってたね、今。そうなん。じゃあ、喋ってもらっていいですよ。はい、はい、今年20周年を迎えて、そのままちょっと今年はその休止に入らせてもらおうと思います。そうか、20年、僕もウラジャにかかって20年近くで、司会も18年ぐらいやってますけども、呼んでたもんね、ずっとね。だからメンバー変えながらみたいな形なんですかね。はい、ずっとやってきて、はい、じゃあこれまで20年を節目にっていうことなんですよね。はい、あー、なんかまあね、去年コロナになってから、その前からちょくちょくこうね、亡くなってくる連も出てきて、また老舗の連がだんだん減っていく中で20年やってきて、まあ一区切りでね。はい、まだ踊りますもんね。はい、ね、今日ですね。はい、はい、踊っていきましょうね。はい、はい、もらいましたよ。どうでしたか。まあ今年ウラジャ初参加なんですけど、おう、まあ、楽天童子という、まあ、歴史ある連の節目の年に踊らさせていただいて、まあ、とても楽しかったです。ありがとうございます。さあ、そして青の方、じゃあ最後に一言。はい、とっても楽しい演舞、あの、お客さんだけじゃなく私たちも楽しむことができたので、2日目初日いいスタートが切れたと思います。この後も踊るので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで楽天童子の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。